お疲れちゃんです。ラットです。ということで、今回はですね、こちらのメガナイトスキャラをね、使っていきたいと思うんですけど、こちらね、先日ね、行われた世界大会ででもね、大活躍ですね。もう、こればっか。本当に。これの、まあ、スケルトンラッシュの枠はラムライダーかな。で、エリキが言うのみたいな、まあ、方もあったんですけど、ほとんどこれでしたね。なんか中国かな。中国でめちゃくちゃ流行ってたみたいで、はい。というわけで、まあ、こちらを使っていくんですけど、今日はね、サバカでグラチャやるんですけど、ちょっとね、今これ、ちょっとね、本話の方1位なんですよ。はい、それだけ。っていうわけでね、ちょっと気分が、いい時にね、今動画撮っています。で、まあ、こちらなんですけど、スケルトンラッシュで、ダークネクロとエレキのね、この、まあ、言ったら、ファイボとか、ポイズンを、まあ、打ちたくなるカードじゃないですか。2枚入ってるっていうのがね、まあ、特徴的ですね。で、まあ、そこに、相手がポイズンとか、まあ、ファイアボールを裂くと、ファイバーあんま関係ないか、スケルトンラッシュが刺さるよっていう感じですね。まあ、ですので、なんか後ろから結構切れるカードが多いんですね。アイス、エレキ、ダクネ、ベビーみたいな感じで、いや、ここメガナイトない、メガナイトがない、やばい。そう、多いんで、後ろからカード切りつつ、で、なんか、端前でこう、ぶつかりそうな時とか、相手がこう攻めてきた時にメガナイト出して、攻めてね、行きたい感じなんですけど、おい、今のはね、多分、皆さん多分分かったと思うんですけど、メガナイトがあれば、踏めたんですよね。踏めて、もうカウンターになってたんですけど、メガナイトなかったんですよね。うん、辛い。いや、これちょっとね、悩むね。ケツメガナイトから行くか、すごい悩んだんですけど、まあ、一回後ろから行こうかな。で、スケラー、一旦打っちゃって、まあ、一回見送りかな。オッケーオッケー。このゴボリュー腐ってますね。これ、アイスイズが処理できるんじゃないのかな。ポイズンに入ってますよね。オッケー。オッケーオッケー。まあまあまあ、ダメージちょっとね、追いついたよって感じですね。で、こっからですね、まあ、ムートがちょっと厄介ですね。ムートを、まあ、でも、ゴボウリもありますので、ここはダクネから入って、メガナイトで端前踏んで、まあ、メガナイトダクネの形だけでも強いですし、まあ、一回ここね、ステイでもいいかなと思いますね。はい。来ますね。ここ、ゴボウリですね。よいしょ。さあ、このゴボウリがね、いい働きするんですよね、また。メガナイトのないターンにこう、攻めてきた、ジャイとか、まあ、そういうのもゴボウリでね、受けれたりしますんで、ここで相手ベビードラ使ってくれたら美味しいですね。僕のベビードラゴンに対して相手はアイスウィズとベビードラしか基本ないので、ここね、カウンターでスケルトンラッシュ打てれるだけで相手結構きついと思いますね。ベビードラ今咲きましたのでね。ゴボウリ受けとかかな？うん、オッケー。で、アイスウィズにポイズン打って、あ、防衛ポイズン入りましたね。ここは、まあ、ここ後ろからメガナイトでもいいですね。まあ、ダクネあったらダクネでもよかったんですけど、オッケー。このアイスイズと、なんかゴブリンを、メガナイトでね、このまま枯れますので、後ろからダークネクロ出してあげるだけで、相手はね、すげえポイズン打ちたいんですけど、さっきポイズン打ったんですね、相手。よいしょ、なんで、ポイズン打てれませんよ、と。で、この橋の上からこう、プレッシャーをかけつつ、さらにね、ここでスケルトンラッシュ打っていきますね。こんだけこう、上のユニット溜まっていると、相手はね、両方防衛したいんですよね。これちょっと雪ダム打つだけで、よいしょ、このスロー効果で、オッケー。まあ、上のユニットがちょっと残ってますので、OK。上で攻めつつね、こうメガナイト、そしてダクネ、ベビーとかで攻めつつ、プレッシャーをね、後々スケル打ってね、かけていきたいんですけど、ここもしかしたらね、一回逆サイ来ますね、そう。来ると思ったんですよ、マジ。ここは、まあ、スケル打っちゃいますか。まあ、ダクネ行ってるんで、打っちゃって、打っちゃうだけきついみたいな、まあ、棒っぽいですね。いや、こうなると、いや、気はいいですよ。次のスケルトンラッシュに対して、僕が特に、いや、ダクネ流しますか。ダクネ流すか、まあまあ、防衛使いましたので、相手は。オッケーオッケー。一回、こう防衛ですね。こう入れたらダメですね。入れずに、ここでスケルトンラッシュ打ってあげて、相手はポイズン多分打ってくるんですね。こう攻め雪玉で、遅延効果かけて、よいしょ、ダクネの、オッケー、ベビーが、ベビーが、つつく、よいしょ。え、ちょっとね、スケル対決はちょっと怖かったんですけど、初っ端のね、ムートに対して、なんもなかったのかな。なんか、ゴボリも多分なかったんですよね。そう、だから、あれ、なんかがあれば多分、ゴボリあったか覚えてないんですけど、そう、なんかあれば、もっとね、楽になっていたので、まあ、あれはちょっとサイクルの事故かなと思います。なんで、もう後ろからユニット、エレキ、ベビー、ダクネ、基本的に割いていって、で、まあ、なんか、正面、こう、橋でぶつかるときにメガナイトで踏むだとか、まあ、結構捨ててもいいですね。その、流れていったからといって、絶対にこう、メガナイトをつけないといけないわけではないので、
まあ、メガナイトダクネの形が結構強いっていうのは、覚えておいてもらえたらいいかなと思います。ね、結構まあ待ちつつかな。ここまあポイズン打ってもいいし、まあベビーでもよかったから、マジアチャーがいるんで、マジアチャー処理用にベビー使いたいなって、あ、ペッカですね、相手ペッカ。ふぅ。ってなわけで、ここね、ちょっとむずいっすね。ダクネから入りたかったけど、まあ、ここはワンチャン防衛スケラもかな、ちょっと意識していかないといけません。マジアチャー、おー、ライドロ？ライドラは珍しいですね。このエレキでペッカと工場両方に。いや、素晴らしい。でこれ雪玉打ってあげて、このバーバリアンのダメージ痛いので、ここで抑えていきます。いいんじゃない？ちょっとね、最近ちょっと調子いいんですよね、僕、クララの。オーケー。で、相手はペッカ工場なんですけど、まあ、エレキあったので、あれですね。マジアチャとか三角の枠がライドラになっている。ちょっとなんか、変な形ですね。言っちゃうと変な形ですね。これはまあエレキ多分冴えてくれるんじゃないかな。あ、ゴーストですね。いや、ここね、ちょっとゴースト消えちゃうんで、まあどうしようかなっていう感じですね。これピック出したとて、結局あの、あれですね。なんか狩られちゃうんで。オッケー、これ惜しい。これベビがタワー竹取れ。オッケー。そうなると、こう無双しますね。エレキ降ってきた瞬間に降ってきますね。オッケー。ここで雪玉打ってあげると、その遅延効果で歴バイバイ。オッケー。さあ、今のはいいタイミングですね。あんな感じで、スケルトンラッシュプラス雪玉が強いんですよね。遅延効果入りますし、あそこに出てきたユニットも処理できますので、で、こっからは陰キャですね。一回こう陰キャしつつ、まあ、ダクネメガナイトの形を作っていけたら理想かなと思いますね。まあ、ユニット割いて、まあ、回していきます。で、そっちにこう割いたら、これ止まんないんですよ。これ。こうやって、こう待って、相手がなんかしてくれるの待って、後ろからこう、ダクネとか割いて様子見るじゃないですか。相手が7コス逆サイに使ったんですよね。うん、じゃあ攻めるよって感じで、こうね、逆サイ攻めると、めちゃくちゃね、タワーにダメージが入りまーす、折れまーすって感じなんですよね。そう、だから後ろからエレキ、ダクネ、ベビとかこう、今みたいに割いて、待ってけば、相手がなんかしてくれるんですね。で、今のなんか反対、なんかペッカ出してくれたので、先に。わざわざこう、同サイド行く必要がないじゃないですか。なんで、逆サイド攻めて、カチカチ山って感じですね。はい、結構強いですね。まあ、様子見れるっていう感じですね。まあ、逆にじゃあ、このデッキは何がきついのってなった時に、まあ、なんだろうね。アウトローとかがまあ、単純にきついかもしれないですね。まあ、一個一個が重たいっていうのがこのデッキの弱点ですので、結構高回転でなんか回されたりとか、まあ、かなと思うんですけど、まあ、バルーンにも、このゴボリ、エレキ、雪玉、ベビーもありますし、結構万能だし、まあ、何に弱いのって言うからちょっとむずいですけど、まあ、カードで言うとアウトローとかですかね。まだマジックアーチャーとかも、まあ、ポイズンだから、処理がちょっと厄介かなーって感じで、まあ、後ろから裂いて、今みたいに相手がペッカ先に出してくれたら逆サイにこう、メガナイトとか、まあ、今のはね、逆サイにペッカ相手出して、逆サイにちょうどダークネクロ出していたので、それの前につけてね、スケルトンラッシュ打てたって感じですね。まあ、言ったら、まあ、イモリデッキですね。相手が何かしてくるまで、待って。出てきたところ、パーンって感じですね。はい、というわけで、あれですね、ちょっとマッチング時間は思ったより長いんで、まあ、なんか話したいんですけど、あれですね、僕、実家かわかんないですけど、みかんがね、届きました。家からかな？多分、僕、実家岡山なんですけど、いとこが愛媛とかにいて、多分そこからかな。愛媛、みかんが有名なんですよ。みかん、オレンジのね。はい。なんで、もう、段ボールに包まれて、大量な、数のね、みかんがね、わざと家に送られてきましたね。さっき受け取りました。まあ、果物僕結構好きなんですよね。岡山って、フルーツ王国って言われてるんですよ。知ってますか？多分、合ってると思うんですけど、僕の、この岡山で多分、はい、聞いたことあるんですよ。フルーツ王国岡山みたいな。果物王国かな。なんかそう、岡山って果物よく食べるんで、なんで。まあなんか桃とかマスカットとか有名なんですよね。で、僕実家にも、まあ田んぼがまずあるんですけど、なんかじいちゃんばあちゃんがそう、田んぼなんかやってますし、畑もあるんですよね。なんか野菜とか育ててますし、で、果物もなんで、いちごとか、あと桃もか、あるんですよね。いちごの木じゃないけど、桃の木とかもあって。そう、だから、正直まあ、季節によっては、その桃とか夏かな、はい、とかも、もう無限に食べれますし、
まあなんか普段食べない人からねしたら、わ羨ましい、すげーってなるかもしれないんですけど、なんか飽きちゃいますよねっていう、この逆に毎晩この桃が出てくるっていう、もういいかなっていう感じの感覚で、まあフルーツ食べてたんで、まあ、最近一人暮らししてるとね、逆にフルーツとか買いませんから、はい、家にはないですしね、もともと。なんで、こう、みかんをね、届けられたんですけど、めちゃくちゃ嬉しいですね。オキサレートよろしく、これ海外のプロですね。CRL ウエストで、どこだったかな、ミスイーツとかかな、なんかどっかのプロで出てましたね。よろしく。ふぅ。まあまあまあ、ワイの方がうまいっていうのはね、見せていきたいなと思います。ここポイズンでちゃっちゃ処理しちゃいたいですね。そしたらこの濁流に対してもう一枚カード引き出せれますね。めちゃちゃやめろ、君のエイム次第。 OK、 これに、まあ、ゴーストかエリキか、ん、これは、あー、このままか、入るよ。でも結構、いやこれね、これやばいかも。何がやばいって、この前にペッカつけられると結構つむつむ。まだメガナイトで踏めるか。あー、オッケーオッケー。危ねえ。危ねえ。危ねえっすね。これちょっと、エレキ痛いよねっていう。ふぅ。相手はペッカ工場ですね。普通に考えて、ペッカ VS メガナイトって、そうなんですよね。ペッカの方が相性いいんすよね。まあ、なんですけど、このデッキはですね、勝てちゃうんですよね。まあ、ダクネの結構カードパワーとか、まあ、ベビー。そして、まあ、スケルトンラッシュですね。まあ、でも、うまく耐えていきたいですね。これマジアチャ来るんで、マジアチャ居抜きたい。よいしょ。いや、これメカイトル踏んでもよかったな。よいしょ。これスケーラでペッカは多分抑えれるんですけど、このエレキで本当はマジアチャを処理しようとしたんですけど、しくったことによって大ピンチが襲いかかってきそうです。こう許容して、エレキ振らして、OK。ふぅ。まあまあまあ、さっき5ワードくらいね、ペッカ出されて、僕がダクネ出すまで5ワードくらい取られてたんで、まあ5ワードをこんだけのダメージで抑えたってなると、まあ素晴らしいんじゃないでしょうか。相手がケツペッカした時の、このケツメがないと逆サイにやりたいんですけど、ワンチャンあれなんですよね。工場で釣られるんですよ。なんで工場釣るのを、まあ僕は分かっての攻め雪玉をね、決めていこうかな。はい。よいしょ。そんな意味ない。ちょっと今の、恥ずかしいんで。オッケー、ここエレキ棒ポイして、範囲攻撃で溶かして、オッケーオッケー。まあ、こんな感じで、まあ、様子見つつやっていきたいですね。うわー、そこペッカはちょっとね、だるいっすね、マジ。ここの僕のゴブリンの檻が美味しくいただかれちゃうのは辛い。で、逆サイドこれね、有能木からの工場追加とか全然あるんでね。ここベビーで先に溶かしたいっすね。ここ真ん中のメガナイトで、いいんじゃないこれ。結構いい流れだよね。これスケートラッシュ打ってあげるだけで、きつそうと思ったんですけど、相手のエレキはずっと残ってますね。このマジアチャ無視ですね。オッケーオッケーオッケー。いや、このマジアチャ無視も痛いかな。あ、でも、なんかスケートラッシュが、いい感じに、いい感じにですね。オッケー、ゴボリで受ける。もしかしたら U の追加が来るぐらいかな。このゴボリに対して。はい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 。で、ここのゴースちょっと許容します。で、メガナイトダックネを作る。ここも先に行っちゃいますね。相手で多分8枚ペッカやりたいと思うんですけど、ここで先に攻めちゃうことによって、相手はね、そう、やりたいことができないんですよね。ここ一回防衛して、ポイズンで、フィニッシャーかけたいところではあります。あ、おいしい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 。コウモリが、コウモリがたまたま事故ったんじゃないこれ、あれ、ウェーイ、グッドゲームっていう感じで、他にもね、勝てるメガナイト。じゃあ何に負けんのって感じですね、本当に。はい、というわけで、こちらね。まあ、とりあえず強いんでね。とりあえず使っていただきたいと思います。このウルトラは、いりません。まあ、ダクネですよね、結局は。はい。というわけで、本日ね、こちらのデッキ使ったんですけど、よければね、参考になればと言いますか、結構デッキパワーがあるカード、デッキだと思うので、よければね、お使いください。ではご視聴ありがとうございました。よければ、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、バイバイ。